ンネル。内定チャンネルの島袋です。古田です。河本です。本日のゲスト、井岡さん、お越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。それでは、自己紹介、よろしくお願いします。はい。上智大学経済学部経営学科4年の井岡と申します。学生時代、主にやっていたことは、留学だったり、海外インターンシップだったり、そこを就職活動ではアピールしていました。内定はちなみにどちらで取られたんですか？日産自動車です。はい。カルロス・ゴーンの投資家。そう、今話題の。今話題の。はい。はい。文系だけど、就活で日産自動車を出たっていうことですね。はい。技術職とかそっちではないですよね。事務系職種で受けてました。はい。そうなんですね。なんで日産を受けようとしたんですか？僕、1年間、海外インターンシップをしてまして、それがカリフォルニアのサンフランシスコでやってました。で、北米ですごく日産車を見かけたんですね。で、インフィニティだったり、自分が日本にいた時には知らなかったような車種で、アメリカ人の生活になんかすごい浸透してて、で、よくウーバーとかも使ってたんですけど、その時によく日産車、トヨタ車もたくさんあったんですけど、でやっぱ車が一番なんか、世界、日本が活躍してるっていうか、みんなに還元してるんじゃないかなと思って、なんかそれをもっと、北米以外とかにも広めたいなと思って、日産を結構志しました。実際就職活動するにあたってどんなフローで日産自動車にこう挑んだんですか？フローとしては、最初に ES を提出して、僕はインターンシップから参加していたので、そこで説明会を受けたりグループワークをしたり、面接に呼んでいただいたりっていう、そういうフローで進みました。主に何を聞かれるんですか？普通の日本の企業だったので、学生時代頑張ったこととか、大学時代だけじゃなくて小学校、中学校、高校、どんな生活を送っていたのかとか、あと特になんで自動車なのかとか、なぜ日産なのかっていうのを、他の会社でも質問されるような一般的な内容を受けました。なぜ自動車なんですか？ちょっとありきたりではあるんですけど、やっぱり自動運転だったり、これからなんかすごい接点を持っていく業界なのかなって思って、自動車とか家電とかってやっぱり物があった方が僕は分かりやすい具体的な仕事がしたいと思ったので、実家が栃木でやっぱ日産とかホンダの大きな工場があったりしてて、よくホンダの社員さんとか日産の社員さんにお世話になってたので、だから車は結構特にいいかなって思ってました。専攻を受けるにあたってなんか印象って変わったりしました？イメージ日産やっぱりニュースであんまり良くない印象だったんですけど、でも採用活動だったらかもしれないですけど、結構選考権だって面接官の方が優しかったりとか、結構穏やかな社員がたくさんいらっしゃってて、それはすごく好印象 で僕の話とかもしっかりなんか耳を傾けてくれて、そういう人の優しさというか、そういうものはなんか不正とかしてるイメージと真逆で、すごい好印象。その人は不正してないですね。すごい好印象だったというか、ありました。逆にネガティブな、感情とか、あえて言うならどんなところで持ちました？ネガティブな部分で言うと、僕商社を受けてたので、やっぱり、もうちょっとお金が欲しいっていうか、なんかそういう部分は、本社の立地とか横浜で、すごくいいなってあったんですけど、あまり給料とかそういう面では、期待しない方がいいよみたいな、そういう部分は結構お話しいただいたので、大事ですよね。そうですね。最後に、就活生に、日産の内定を勝ち取るために必要な心意気だったりとか、テクニックだったり、アドバイスするとしたらどんなことありますか？やっぱり自動車業界、トヨタ、ホンダ、日産、3つとても熾烈だと思うので、トヨタ、ホンダよりもより強くなんか日産に対する思いだったりとかを伝えるべきだなと思ってて、特にやっぱりアライアンスっていう部分はすごく日産の採用メッセージで押し出しているので、日産にユニークな部分を押し出していっていくといいと思います。あと内定を得る直前に試乗イベントとか招待されると思うので、やはり日産の車種についても事務系といえども少しは研究したり、日産車に対する思いとかもあった方がやっぱりメーカーを受ける上では、いいかなって思います。なるほど。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。